おはこんばんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。なあなあ、霊夢。ちょっと聞いてくれよ。どうしたの、魔理沙？昨日の夜、日本で起きた未解決事件の動画を見てたんだけど、ウィキペディアとかを調べてるうちにだんだん怖くなっちゃって、眠れなくなっちゃったんだぜ。あら、また夜更かししたの。まあでも、そういうのって一度見始めると止まらなくなるわよね。そうなんだよな。そもそも、どうして未解決事件って起こるんだ？様々な要因はあるんだけど、一番の原因は決定的な証拠を見つけることができないからだって言われているわ。ふむふむ。未解決事件の多くでは、ちょっとした手がかりとか証言とかで容疑者の絞り込みができていたりするんだけど、その人がやったと裏付ける決定的な証拠を見つけることができずに、未解決になるケースが結構あるの。まあ犯人っぽいからって理由で逮捕しちゃって、間違っていたら取り返しがつかないもんな。そういうことね。それじゃあ今回は、そんな未解決事件の一つを解説していくわ。狭山事件よ。早速解説していくわ。ゆっくりしていってね。1963年5月上旬、埼玉県狭山市で発生した狭山事件は、当時16歳だった女の子が下校途中に誘拐されて、強姦の後に殺されてしまった事件なの。むごい事件だな。未解決事件ってことは、そんなひどいことをした犯人はまだ捕まっていないのか？いえ、当時24歳だった石川和夫さんという男が逮捕されて、裁判で無期懲役が確定しているわ。犯人が捕まっているならどうして未解決事件として知られているんだ？石川さんは最初は罪を認めていたんだけど、裁判の途中から無罪を主張するようになって、無期懲役から仮釈放になった現在でも裁判のやり直しを求める再審請求を行っているのよ。なんかあらすじを聞いただけだと石川さんが嘘をついてるようにしか思えないな。初めからずっと無罪を主張していたってことならまだわかるけど、裁判の途中からっていうのも怪しいしとても信じられないんだぜ。そうね。ここまでの情報だけだと、魔理沙の感想ももっともだと思うわ。ただこの事件には、被差別部落との関係や事件関係者の不審死なんかの謎がたくさんあって、現在まで真相がわからないままなの。それじゃあまずは、事件の詳細について解説していくわ。わかったんだぜ。1963年の5月1日、午後6時を過ぎても家に帰ってこない妹を心配した被害者のお兄さんが、車で学校に聞きに行くんだけどわからずじまい。午後7時40分、学校から家に戻ってきたところ、玄関に挟んであった白い封筒を発見したんだけど、中にはひどく拙い文字で書かれた脅迫状と、その女の子の生徒手帳が入っていたの。脅迫状には、何が書いてあったんだ？かいつまんで説明すると、5月2日の夜12時に現金20万円を持ってこい。仲間が車で受け取りに行く。もし1分でも時間に遅れたり、警察や近所の人に話したら、子供は殺してやる。っていう内容が書かれていたの。ちなみに言うと、当時の20万円は現在で言うと120万円くらいの価値があったみたいね。なるほどな。その脅迫状を読んだお兄さんは、どういう対応を取ったんだ？お兄さんはすぐに警察に連絡をして、緊急対策本部が立てられるわ。当日の23時50分、刑事部から6人が張り込んでいる中で、女の子のお姉さんが偽札を持って約束の場所で待っていたんだけど、その日犯人が現れることはなかったの。このことから、犯人が刺していたのは5月2日の午前0時ではなくて、5月2日の午後12時、つまり5月3日の午前0時だということが判明して、一旦その日は引き上げることになるわ。それで？次の日は刑事約40人の張り込みをつけて、昨日と同じようにお姉さんが約束の場所で待っていたんだけど、5月3日、午前0時10分頃に犯人は姿を現したわ。そのままお姉さんと犯人は12分間くらい話をしていたんだけど、そばにいた二人の刑事の張り込みに気づかれて逃げられてしまったの。取り逃がしてしまったのか。霊夢、二つ質問があるんだけどいいか？いいわ、どうしたの？一つ目が、犯人が姿を現した瞬間に取り押さえるとかはダメだったのか。その方法を取ってしまうと、受け取り人が確保されたことを知った共犯者が、女の子を殺してしまう可能性があったからできないわね。あ、そうか。それもそうだな。もう一つの質問が、なんで40人で取り囲んでたのに逃げられたんだ？それはいい質問ね。魔理沙、脅迫状にどうやって取りに行くって書いてあったか覚えてる？仲間が車で取りに行くって話だっけか？そうそう。警察はその話を真に受けて、車の通れる道を重点的に配置されていたんだけど、犯人はの道を走って逃走してしまったの。なるほどな。そういう事情があったのか。そこで犯人を取り押さえることができていればな。そうね。この犯人取り逃がしは世間から大バッシングを浴びて、警察庁長官が辞任する事態になっているわ。続けるわね。犯人を取り逃がした次の日の5月4日の10時半、農道に埋められていた女の子の遺体が見つかるの。
司法解剖の結果、女の子が強姦されていたこと、死因が首を絞められたことによる窒息死であること、そして死後から2、3日経っていることが分かったわ。死後2、3日経っているってことは、そう。裁判での死亡推定時刻は5月1日の午後4時20分とされているから、誘拐されてすぐ殺害されてしまったことになるわね。そうか。現金の引き渡しの時点で犯人を取り押さえることができても。そうね。事件について一通り説明したから、一旦まとめるわね。女の子の自宅に脅迫状が届く。現金引き渡し時にお姉さんが接触するも、張り込みの警察に感づかれて逃走。農道で埋められていた女の子の遺体が発見される。ここまでは大丈夫？大丈夫なんだぜ。じゃあ次は、なぜ石川和夫さんが逮捕されるに至ったかを解説していくわ。捜査における重要な手がかりは4つ。まず1つ目は、脅迫状ね。脅迫状から得られた手がかりとしては、犯人はきちんとした文章を書く能力に乏しいということ、あと何よりも犯人の筆跡が強力な証拠として残ったわ。2つ目の手がかりは、犯人は地元に土地勘がある人間だということ。どうしてそんなことがわかるんだ？現金の引き渡しの際に逃げられてしまったことはさっき言ったと思うんだけど、いくら車の通り道を重点的に張り込みしていたとしても、他の場所にも警察は配置されていたわ。その方位をかいくぐり、野道を通って逃走するなんて、その土地に詳しいものじゃないと不可能だっていう理由ね。ふむふむ。なるほどな。三つ目の手がかりは、亡くなってしまった女の子の体内に残されていた体液から、犯人の血液型が B 型であることが判明しているわ。最後の四つ目の手がかりは、現場の近くに養豚場があったんだけど、その養豚場のスコップが紛失していたの。スコップ？そう。そのスコップが5月11日に小麦畑で見つかるんだけど、そのスコップには女の子の遺体が埋められた付近の土が付着していたわ。そうなると犯人は養豚場の。そう。警察でもそういう結論に至って、養豚場の関係者を重点的に洗い出していくんだけど、血液型、筆跡ともに合致したのが石川和夫さん、ただ一人だったのよ。こうして事件から約1ヶ月半経った6月17日、強姦強盗殺人死体遺棄容疑で逮捕されることになるわ。解説の初めの方で霊夢が言ってたけど、最初の方は自分の罪を認めていたんだっけか？そうね。正しくは最初に捕まった時点では取り調べに対してしらを切ったりとか、共犯であったという嘘をついたりとかして、複数の異なる証言をしていたんだけど、ほどなくして自分が犯人であったと自白して、本人の証言をもとに捜索が進められた結果、被害者のカバンであったりとか、脅迫状を書くのに使用された万年筆とみられる品が見つかったりしたの。同年、1963年9月4日から始まった第一審でも、石川さんは自分がやったという主張は変わらず、翌年1964年3月11日、死刑判決が下されることになるわ。ここまで聞くと、凶悪犯が捕まって死刑になったっていう話だけど、この事件はそうではないんだよな。そう、同年9月10日の東京高裁で行われた第二審にて、石川さんは突然主張を覆して、無罪を主張し始めるの。なんで突然そんなことを言い出したんだ？これには大きく2つの理由があるわ。まず1つ目の理由が、取り調べをしていた刑事との約束が保護にされたっていうことを語っているの。約束を保護？取り調べをしていた刑事から、自白をすれば10年で刑務所から出してやるって話を持ちかけられた、と石川さんは主張していたわ。二つ目の理由が、部落解放運動の活動家が、無罪を主張するように教唆したからなのよ。部落解放運動家。そういえば、一番最初にも被差別部落について言っていたっけ。そうそう。被差別部落っていうのは簡単に言うと、江戸時代に得た、避妊と呼ばれて差別されていた人たちが住んでいた地域のことで、1871年の解放令によって身分制が廃止された後も、差別され続けた地域のことを指すの。石川和夫さんも被差別部落の出身者で、それが事件を複雑にした要因の一つでもあるわ。なるほどな。被差別部落出身者ってことで、事件をでっち上げられてしまったって可能性も言えなくもないのか。そういうことね。結局第二審にて石川さんの無罪は認められなかったものの、一定の釈量が認められて無期懲役の判決が下されるわ。石川さんは1994年12月21日、31年7ヶ月ぶりに仮出獄を果たし、現在に至るまで3回の再審請求を提起していて、現在までまだ決着がついていないの。全然スッキリしないな。そうね。加えてなんだけど、1963年から1977年の間に事件関係者の相次いだ変死が起こってしまうのよ。1963年から66年の間は、被害に遭った女の子の元使用人、
事件の一部情報を警察に通報した石川さんの友達、女の子のお姉さん、養豚場の経営者の息子の4名が自殺。1977年には女の子のお兄さんが自殺、狭山事件の真相を追っていたルポライターが防止しているわ。そうだったのか。注意点として、お姉さんに関してはお金の引き渡しを行ったお姉さんなんだけど、お兄さんに関しては、最初に脅迫状を見つけて警察に通報した一番上のお兄さんではなくて、二番目のお兄さんが亡くなっているわ。いずれにしても今説明したように、事件に関係した人が相次いで変死、自殺していることがこの事件の謎に拍車をかけているの。頭がこんがらがってきたんだぜ。自白の強要、被差別部落、事件関係者の相次いだ死亡。様々な要因はあるんだけど、シンプルに考えると誰が女の子の命を奪ったのか、石川さんは嘘をついているのか、それとも警察、他の誰かが嘘をつかせたのか。この部分に問題は集約されるわ。それがわからないからこそ、未解決事件ってわけか。そう、犯人と思われる人物が捕まって刑が執行されたにもかかわらず、未だに語り継がれている理由ね。今回は狭山事件について解説してきたけど、どんな感想を持った？一通り解説を聞いて事件のことについては分かったんだけど、謎が多すぎてモヤモヤしたんだぜ。もし本人が語っている通り、石川さんが無罪で犯人が他にいたとしたら、真犯人はどんな気持ちで生きているんだろうな。ここまで解説してきたんだけど、この事件にはもっともっとたくさんの情報があって、とてもじゃないけど伝えきれなかったことがまだまだあるから、気になったらマリサも自分で調べてみるといいわ。そうだな。寝不足にならない程度に調べてみることにするんだぜ。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら、気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。